どうもこんにちは、シュンジーです。今日はね、僕のチャンネルでは初めての紹介になる、ワニのラジコンクロコダイルをレビューしたいと思います。アニアを含めね、ワニのフィギュアは何体かレビューしてますが、ラジコンはね初めてですね。で、僕このラジコンね、床に置いて歩かせるタイプのラジコンって思ってたんだけど、撮影前に箱を見ると尻尾をくねくね泳ぐって書いてあって、泳ぐってなんだろうってなるじゃないですか。床にね置くと思ってたんで、いやこれで防水しようとも書いてるからね、あ、これ浮かべて遊ぶんだっていうね、さっき気づいたばかりなんで、もうかなり動揺はしてるんだけど、で、今回僕ね、緑のワニを買ったんだけど、あとね、もう一色、ブラウンカラーのワニも、いてたようで、で、こちらヨドバシカメラさんで購入したんですが、お値段が6200円と、高いんですよね。今回のワニね、防水仕様になってて、送信機ですね、2.4GHz になっててですね、プログラミング機能もついてるようですね。そしてですね、目が LED で光るようになってるようです。はい、箱の横ですね、水に浮かべてスイッチオン。ちゃんと読まないとダメですよね。パッと見てもかっこいいから、いや値段は見ましたけど、思わず勢いでね買ったらダメですね。はい、箱後ろこんな感じ。あ、ブラウンカラーこんな感じですね。あ、いいね。まあグリーンもいいけど、ブラウンも、すごいかっこいいですね。注意書きに書いてる。走行ギミックはついてないと。やっぱりね、こう陸ではこう動かすことできないようですね。本体は 3.7V の 500mAh リチウムバッテリー USB 充電アダプターがついてるようですね。あ、充電今からしないとダメかな。送信機は単三の電池がですね、2本、使用するようです。箱から取り出します。チャンネル登録がまだの方は登録、高評価の方もよろしくお願いします。箱の内側のプリントがめちゃめちゃかっこいい。大自然の中にこうワニがね潜んでいるような、まあ、そんな感じでこうセットされてて、いやこの箱捨てれませんよね。もうこの状態でこう部屋に飾っておきたい。送信機がね、プレステのコントローラーのようなね、形になってて、後ろにね、こう、電池入れるところがあるんで、電池入れますね。セットにね、小さいけどね、プラスのドライバーが入ってました。あ、2箇所ネジって珍しいよね。だいたい片側なんだけど、これは2個、両サイドにプラスがあります。単三2本、セットします。あ、中にねパッキンがあるから、防水仕様にコントローラーも一応なってるのかもしれない。これインジケーター点灯してますね。で、電源スイッチがここです。レバー2個あるんだけど、左側スクリューレバーとなってて、はい、前後で、右側のレバー、右側のスクリューがあるみたいで、それがねこう動かすことができるようになってて、あと小さいボタンね、この左側デモンストレーションボタンで、このボタンを押すと、あらかじめ決められた動きを自動で行うようですね。レバーやボタン操作で止めるまで動き続けるようで、で、反対側、プログラミングボタンは、もう名前のまんまプログラミングできるボタンで、ボタンを押し、インジケーターを点滅させて、左右レバーで、10個の動きを記憶させることができると。いや、これなかなか難しいね。はい、まあ、なんかかっこいい動きとかね、覚えさせれたらいいけど、難しそう。で、最後にもう一度ね、ボタンを押すと、記憶させることができるようになっているようです。こちら、水に浮かせて、ね、泳がせることができるワニなんですが、全長が約35センチ。アニアのフィギュア、イリエワニを横に並べると、これぐらいのサイズ感となってて、結構大きいね。こちら、マテル・ジュラシック・ワールドのフィギュア。サルコスクス。はい、これとね、大きさを比べるとですね、サルコスクスの方が、やっぱり、大きいか。いや、あ、変わんない。全長変わんないね。頭はサルコスクスの方が長いんだけど、そう、全長はね、ラジコンのクロコダイル一緒ですね。こうやって並べてみると、やっぱりワニとこのサルコスクスっていうのはね、本当に形が似てますね。全長約35センチとビッグサイズなんですが、まあ水に浮かせることができるんでね。軽いですね。やっぱり中になんか発泡スチロールのようなのが入ってそうな感じ。で、今回僕ね、グリーンカラー買ったんですが、あとね、ブラウンカラーもあったようですね。はい。で、後ろ、尻尾がね、くねくね
動くようになってて、尻尾はね自分でこうね操作することはできませんね。すげえかっこいい、こう滑らかな動きができるようになってて、でこのワニのこの硬い体ね、その辺なんかの再現度高いですね。こう硬そうな皮膚になってますよね。でお腹あたりはちょっとねぷくっと膨れた可愛い形になってて、短い足こう横に広げてね、はい、まあ、歩いてるようなそんなポーズになってるんだけど、クロコダイルはね歩くときはお腹をすらずにちょっと浮かせてね歩くんで、これちょっとね下に置いたらねベタっとなるから、まあ、休憩してるようなそんな感じになるんですかね。もうちょっとこう足をこうグッと踏ん張ってねこう持ち上げて、お腹をすらずにこう歩くのがクロコダイルなんで、アリゲーターとかでしたらこうするんでしょうけど、うん、まあその辺はちょっと違いましたね。で下から見るとこんな感じとなってますね。はい、まあ、これ下の色ちょっと違うね、綺麗な色になってて、でここプラスがあるんで、あ前後にあるんで、はい、ここ回してね蓋を開けて、 3.7V 500mAh リチウムバッテリーが、あるんで、コネクターに差し込んで、あとここにね収納しておきます。バッテリーの収納スペースが結構狭いんでぎゅうぎゅう、いやこれ水入んないかちょっと心配ですね。前足のこの下にですねスクリューがあります。右と左ねこうスクリューがあって、で、このスクリュー壊れやすいのかな、スペアが2個入ってます。送信機でこのスクリューを動かすことによってワニが、泳ぐようになってるみたいで、どんな感じで泳ぐんでしょうね。これまっすぐそのまま行ったらねあんまりかっこよくはないよね。できればこうくねくねっとね動かしたいですよね。でこの、体の部分にこう溝があって、中に水を、少し入れるのかな、首下のところにもこう、溝がありますね。はい、まあ、こんな感じでですね、いやーかわいい、またこの肌のね造形とか本当よくできてる。前にぐっと伸びたクロコダイルの頭はこちらですね。あのアリゲーターはねこう丸くなってて、であのクロコダイルは上から見た時にこうちょっと尖った形になってるっていうのがね特徴のようですね。で目がね、こう光るようになってるんで、またその辺なんかも後で確認したいと思います。で口の中には歯があってね、ここ、綺麗にペイントされてますね。で残念ながらね開閉とかはしません。もう開いた状態になってると。ワニをこう水に浮かべると多分ね体半分ぐらいは水に浸かると思うんで、多分この下顎もね使って見えなくなるでしょうね。このワニはねさっきセットしたバッテリータイプなんで、まあ充電なんだけど、満充電でだいたいね20分ほど遊べるっていうのが、書いてましたね。結構遊べますね。浴槽に今ね水溜めてるんで、ね、完了次第こちらのクロコダイル泳がせてみます。クロコダイルお風呂に浮かべてみます。光った。クロコダイル水につけた瞬間目が光った。自動でオンになりました。めっちゃかっこいい。でやっぱり体半分ぐらいかな、はい、まあ、こんな感じで水にね浸かってますね。いやーかっこいいねこれ。はい、でプカ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 気持ちよさそうに、はい、浮いてます。こんな感じ。わあ、前から見るとめちゃめちゃ迫力あってかっこいいね。で尻尾もねほらこうくねくねとこの動く、わあ滑らかな動きになるね。やっぱ水につけた時のこの動きがすごい綺麗。左のレバーを動かすと左のスクリューが動くということで、なんかピューってね、かっこいい。で、左側のスクリューが回って、ワニがくるくる、回ってる。で、今度は下にすると、左側なんだけど、逆回転？うわ、なんか音悪いな。逆回転一応するのかな？だからバックはできるみたい。で、右側のレバーを動かすと、
はい、右側のスクリューが回って、はい、こんな感じで泳ぐようになっていると。レバーを同時に動かすと、あ、まっすぐちゃんと泳ぎますね。多分ね、あの左右のスクリューが動いてる。いやーすごい、モーターの音がすごい静かですね。で、水から上げると目のライトが消えて自動でオフになるようですね。つけるとオンになる。デモンストレーションボタンを押します。押すとですね、もう勝手に動いちゃう。はい、左のスクリュー、右のスクリューとすげえ回転してる。で、もう一度押すとね、止まるようになってますね。はい、プカーッと浮いてますね。で、今度、右側ですね、これプログラミングね、押してですね、10個まで記憶できるみたいで、押してで、こう、あ、もう何回やったか忘れちゃった。で、記憶させた後もう一度押すと、すごい、バックもちゃんとしてる。めっちゃ適当に押しちゃったからね、どんな設定にしたか覚えてないけど、おー、すごい。はい、こんな感じで記憶させた10個の動きができると。いや、これはこれで面白いですね。いや、この動きかっこいい。クロコダイル本体に電源スイッチがないから、水につけてちゃんと動くのか不安だったんだけどね、水につけると目が光って自動でオンになるっていう、かっこいい電源の入り方ですよね。送信機のレバーを動かすとスクリューが回って、このなんか静かなこのモーター音がめちゃめちゃかっこよかったですね。まああとは足も一緒に動くとさらにこうなんかリアルさが出てよかったんじゃないかなと思うんだけど、尻尾のこの滑らかな動きはものすごいかっこよかったです。クロコダイルワニー、めちゃめちゃ面白いラジコンになってたんで、よかったら参考にしてください。今日の動画も最後まで見てくださった視聴者の方、本当にありがとうございます。チャンネル登録がまだの方は登録、そしてですね、今回のラジコンどうだったのか、よかったらぜひコメントで皆さんの意見聞かせてください。では次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。